それだけの力があればいくらでも金を手に入れることができようはずなのに。全てのものが金のために生きているというわけではない。この世界では忌み嫌われる7つの大罪と言われることに命を懸けるバカ者たちもおるということじゃ。金が全てではないだと？金さえあれば自由に生きられるし、強い味方を雇うこともできるのだぞ。だがそれは必ずしも自分自身の力ではないし、本当の自由でもない。人はパンのためにのみ生きるにあらずってこったよ。パルタもそう言ってた。所詮貴様も世を滑る教団の前では一介の領主に過ぎぬである。身を取り巻く金のつながり以外には何も持たぬ弱い生き物だったということじゃ。貴様ら本当の金の怖さを知らんのだ。貴様らには高額の賞金がかけられ、どこに行こうと狙われ続けるんだぞ。たとえ何があろうと、少なくとも私たちには自分の信じた道があるわ。ところがあんたはんたちの場合、その信じとるもんが大問題なんよ。邪神崇拝のみならず、その力を使うて世界を混乱と崩壊に導こうとするあんたはんたちには、総本山の教皇庁から直接の抹殺命令が下されました。教皇様の名において我ら異端審問十字軍があんたはんたちを処刑します。冗談じゃねえ。お前らの勝手な言い草で殺されてたまるかよ。そうだそうだ。第一、わしらはこの世界の崩壊など望んではおらんぞ。問答無用やね。やれ。
の女、戦いもしねえで逃げやがった。さすがに異端審問官ですね。そこらの町の神官とは強さが違います。でもパルタが残してくれたこの鎧のおかげで、こんな弱虫の僕でも生き残ることができたんだ。だけどよ、どんなに強い力を手に入れたって大丈夫ですよ。強いってことはこの世では絶対的に正しいことなんですから。総本山の人々もいずれ分かってくれますよ。さあみんな、そんな暗い顔をしてちゃダメだよ。彼のご主人様のことは何も分からなかったけど、元気を出して早く調べに行こうよ。そうだな。鎧が手に入ったとはいえ、まだ教団に帰行できるほどじゃねえんだ。ガイの言う通りじゃ。おのおのの探し求めるものを見つけるためにも、ましてや生き残るためにも、ここで立ち止まってはおれん。ガイの言葉を借りれば、まさにわしらは禅門の虎、校門の狼といったところじゃからな。やれやれ、年寄りの冷や水にならなきゃいいが。あ？今のも日記に書いとかなくちゃ。どうしたんだ、お前は逃げないのか。だって私一人では何もできないし、逃げたところで捕まってまた奴隷として競売にかけられるだけです。そんなことはない。自分の力で未来を切り開き、したいことをすりゃいいのさ。でも私一人じゃ。どうする、一緒に連れてくか。本当にいいんですか。私お金を拾うことぐらいしかできないんですけど。いや、まあいいんじゃないか。あいつがいいって言ってるんだし。